皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。 1,2 問目は5文字で20秒、 3,4 問目は6文字で25秒、5問目以降は7文字で30秒の回答時間になります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきます。しっかり脳を動かし、全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。かたぐるま。正解は肩車でした。大人に肩車をしてもらったことを思い出しました。子供は嬉しいですよね。このように文字を並べ替えてください。次に行きましょう。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。やきさかな。正解は焼き魚でした。頭を柔らかくして次に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。もめうんどうふ。正解は木綿豆腐でした。6文字になって難易度が上がったでしょうか。お豆腐は木綿豆腐と絹ごし豆腐がありますが、木綿豆腐の方がカルシウムが多く含まれ、栄養も多いそうですよ。育ち盛りの子供やスポーツをする人、高齢者の方などは木綿豆腐がいいかもしれませんね。それでは次の問題に行きましょう。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせ
せです。わいんむら。正解はワイングラスでした。時間内に並べ替えることができましたか？5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。しようがいぶす。正解は障害物でした。文字数が多くなり、小文字も入ったので難しくなりましたね。6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。しようこくとう。正解は彫刻刀でした。これは文字の全体像でなんとなく分かった方も多いのではないでしょうか。それでは7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。まちがいさがし。正解は間違い探しでした。知の種では間違い探しが一番人気ですよ。間違い探しの動画もぜひ見てくださいね。最後の問題です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？
答え合わせです。お、た、ま、じ、や、く、し。正解は、おたまじゃくしでした。今の季節、おたまじゃくしが多くなりますね。夜な夜なカエルの鳴き声が大合唱になってきました。問題は終了です。もし別の答えがあれば、コメントで教えてください。この動画で使用した文字の並べ替えノートでは、知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。